長田駅は、千葉県大網白里市長田にある、東日本旅客鉄道外房線の駅である。改札口駅ホーム相対式ホーム2面2線を、有する地上駅。ホームはかさ上げされていない。互いのホームは、古戦橋で連絡している。長い間無人駅であったが、利用者の増加を受け1996年4月に、大網駅管理の JR 東日本、ステーションサービスが、 駅業務を受託する、業務委託駅となった。自動券売機、簡易水下改札機が設置されている。上りホームに接して、小さな駅舎が建てられている。駅利用者から、駅舎強場化の強い要望がある。2010年2月10日より、外房線、PRC 型自動放送が導入された。2020年度の1日平均乗車人員は755人で、ある。 JR 東日本及び千葉県東経年間によると近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りロータリーがあるが駅前ではなく南側少し先に位置する駅出入り口反対側にもロータリーがあるが駅と接続していないな方や水穂台など住宅街が整備されている住宅街から離れると田園地帯が広がる出店広報資料 プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。